突然だがジル、君はトロフィーを知っているか？ PS3 から実装されているやり込み要素でしょ？バイオシリーズにもいっぱい実装されているわ。ああ、そうだ。そんなトロフィーには簡単にゲットできるものから難しいものもあるだろ？今回はトロフィーがある各作品の中で特に獲得が難しいものを紹介しようと思ってな。なるほど。もしゲットしていたら他人に自慢できるわね。なお、今回は取得条件としてオンライン要素を含むものは除外しているぜ。今となってはマッチングすら難しい作品もあるし、ある意味で仕方ないわ。よし、それじゃあ、ゆっくりしていってね。今回は紹介する内容が多いからサクッといくか。まず最初はバイオ4のトロフィー、What Are They Worth だ。え？バイオ4にトロフィーなんてあったんだ。実はあるんだよ。とは言っても、PS3 に移植された際に追加されたものだから、ゲームキューブ版や PS2 版しかやったことがない人は知らないかもしれないな。なるほどね。トロフィーの獲得条件はどういうのなの？このトロフィーは射的の景品であるボトルキャップを24種類、つまり全てコンプリートするともらえるぜ。バイオ4にはミニゲームの射的があるのをジルも知っているだろう？もちろんよ。あれって純粋な射撃のテクニックが試されるよね。ルールは単純だし、本編を忘れて熱中しちゃう中毒性があるわ。射的の配置パターンは4種類あって、1種類ごとに6個までボトルキャップを集めることが可能だ。そして、射的のスコアに応じてボトルキャップはもらえたが、1列すべて集めると、武器商人からボーナスとしてお金をもらえたよな。ちょっと改造費用が足りない時に金策に使えるからありがたいわ。でもクリス、簡単な内容だから意外と持っている人が多いトロフィーなんじゃないの？いや、What Are They Worth は、バイオ4のトロフィーの中でも取得率が低いんだ。PS4 版のトロフィーの取得率は 8.8% となっている。数字だけ聞くとやっぱり持っている人が多い印象だわ。まあ、慌てなさんな。まだ最初だし、これからどんどん低くなっていくぞ。次は第18位。RE3 の、ジル・バレンタインだ。ちょっと待って、第18位？今回19個も紹介するの？というか、それだけバイオシリーズって作品が多いんだね。数の多さについては集計した俺もびっくりしたぜ。もっとも、それだけみんなに愛されている作品ってことでもあるから嬉しい悲鳴だがな。話を戻すがこのトロフィーは、難易度インフェルノでプレイし、最高評価の S ランクでクリアすると獲得できるぞ。私の名前をトロフィー名にするなんてすごいでしょ？まあ、RE2 の頃から続く伝統を踏襲しただけなんだけどね。だが、先ほどのトロフィーと比べると難易度は激ヤバだぜ。そうね。なんてったって最高難易度だし、敵が強化されているのは当然として、オートセーブがなかったり、単純にタイプライターの数が少ないし、新しく攻略法を編み出す必要があるわ。これで特典アイテムも封印されていたら、全シリーズで見ても鬼畜条件になっていたよな。無限ロケランとかが使えるからまだなんとかなるわね。とは言っても、最終戦は緊急回避のタイミングをマスターしないと難しいけど、苦戦している人はクリス監修の体術教本を熟読しましょう。そんな一見難しそうで救済措置もある、ジル・バレンタインの獲得率は PS4 版で 7.3% だな。ちなみに、インフェルノの S ランク獲得条件は本編を2時間以内、セーブ回数5回以内でクリアだ。まだ取れていない人は今からでも遅くないからぜひチャレンジしてみてくれ。次に紹介するのはリベレーションズのトロフィー、阪神だ。取得率はさっきの18位からガクッと下がり、PS3 版で 3.2% となっているぞ。これだけ取得率が下がっているってことは、それだけ獲得条件も難しくなっているのね。そうだと言えるし、このトロフィーがレイドモードの内容というのもあるかもしれない。レイドモードは本編キャンペーンモードとは別で遊ぶことができるバトルモードなの。本編に登場した多くのキャラクターを操作できるし、キャンペーンモードとは違った面白さがあると言えるわ。このレイドモードでは各ステージで特定の条件を満たして攻略すると、追加でボーナスポイントがもらえるんだ。内容は推奨レベル以下でクリアするレグレーション。ステージ内の全ての敵を倒すとジェノサイド。ノーダメージでクリアするノーダメージ。そして、これら3つを同時に満たすトリニティの合計4つだぜ。わざわざボーナスの説明をしたということは、阪神の獲得条件と関係があるのかしら？その通りだ。さすがだな。このトロフィーはレイドモードでボーナスを150個入手すると獲得できるぜ。ふーん。ボーナスをたくさん取ればいいのね。全ステージ合計の244個すべてじゃないだけマシかも。そうは言っても、半分以上は集めないといけないからやり込みが必要になってきて大変だぞ。なるべく優しい難易度で集めておきたいわね。余談だが、入手したボーナスの総数が10個で期待のルーキー、50個で歴戦の勇士、100個で伝説の傭兵のトロフィーをもらえる。
そして最後は半身。奴より早く髪に片足を突っ込んじまうわけだな。雪山に腕まくりしていく人はすでに人間やめていると思うけど。続いて16位はバイオ6のトロフィー、私を見つけられるかしら?だ。名前的にエイダ関連かしら?お、鋭いな。このトロフィーはエイダ編のチャプター4の2、空母の環境で敵に見つからずに突破すると獲得できるぞ。敵に見つからないように進んでいくのはなんかエイダっぽくて似合ってるわ。物陰に隠れたりダッシュを駆使して、サーチライトに照らされないようにする必要がある。それから、サーチライトだけではなく敵にも見つかってはいけないんだ。なお、敵に攻撃する場合はクロスボウを使うといいだろう。銃で攻撃したら銃声で気づかれちゃうから仕方ないね。もし見つかってしまっても直前のチェックポイントからやり直して見つからずに進めれば、条件をクリアした扱いになるから諦めずに何度もトライできるぞ。そんなトロフィーの取得率は PS3 版で 2.9% となっているぜ。達成条件は割と簡単だと思うけど、意外と取得率が低いわ。エイダ編までしっかりやり込んでいる人が少ないのかもな。それと、トロフィー自体が隠されているからあまり知られていないんだと思うぜ。トロフィーの存在自体が知られていないパターンもあるのか。どんどん行くぜ。次はバイオゼロの、荷物は任せてだ。バイオゼロのミニゲーム、リーチハンターで入手できるトロフィーだぞ。リベレーションズの時みたいに本編以外にもランクインしているのか。肝心の獲得条件は何なの?条件を話す前にリーチハンターについて簡単に説明するぞ。このミニゲームは敵を倒しつつ、各所に配置されているアイテムを回収するという内容だ。そのアイテムこそが緑色と青色のリーチのオブジェだぜ。なるほどね。アイテムを回収するミニゲームは珍しいわ。緑はレベッカ、青はビリーのみ入手可能となっているんだが、どちらも一度入手すると床に置くことができない特殊な仕様があるんだ。アイテムを床に置けないってことは闇雲にリーチを集めてはいけないってことね。そういうことだ。見つけたリーチを都度拾ってしまうとすぐにアイテム枠が埋まってしまう。武器や回復アイテムの枠を確保しつつ、効率よくオブジェを回収しないといけないんだ。なるほど、しっかり戦略を練らないと難しそうだわ。さて、一番肝心のトロフィー獲得条件は、片方の昼のオブジェだけを全て集めてクリア。緑でも青でもどちらのオブジェでも達成可能だが、一つでも誤って拾ってしまうとやり直しだぜ。最初の一つならまだしも、最後の一つでミスったらショックが大きいでしょうね。ありえるかもしれないな。適当にボタンを連打していると取り返しのつかない事態になりかねないぞ。それに通常プレイじゃこんな集め方しないよね。あえてそうしないと取れないトロフィーだわ。まあ、そうだな。だからか、このトロフィーの取得率は 2.7% となっているぞ。ミニゲームまでしっかりやり込む人って案外少ないのかしら?それとも、さっきと同じようにトロフィーの存在が知られていないのかも?あとは、バイオ4みたいにバイオゼロのトロフィーも、HD リマスター版になって追加された要素だから。ゲームキューブ版や Wii 版ではやり込んだけど、移植版ではやっていないという人も多そうだな。続いては14位。コードベロニカからバトルマスターだ。ミニゲームのバトルゲームでリニアランチャーを入手すると獲得できるぜ。旧作系移植版のミニゲームが続いているわね。たまたまだろうがそうなっているな。そして、トロフィーの取得率は 2.3% だ。移植版ということでやり込む人が少ないのに加え、達成条件がそこそこ難しいからだろう。バトルゲームってどんなゲームだっけ?5人いる操作キャラクターから1人選び、ステージに配置された敵を倒していくゲームだな。マップは全キャラクター共通で、敵すべてを全滅しないと次のマップには移動できないぜ。最終マップのみ、それぞれ専用のボスが用意されていて、そいつを倒せばクリアだ。クリアタイムに応じて評価が変わるのがミソだな。すべてのキャラクターで高ランクを取るのがバトルマスターの達成条件ってこと?その通り、5人の操作キャラクター全員で S ランクを取らないといけないぞ。最初から持っている武器によって各キャラクターの差別化がなされているのね。そうだな。最も難易度が高いのはヤツだろう。ヤツはナイフ1本と、舐め腐った装備構成だからな。ヤツ来たらこんなところでも邪魔してくるの?いくら、ナイフが強い作品だからって強制ナイフ縛りはさすがに厳しいわよ。あ、バイオゼロの新世界モードみたいにチート性能なのかしら?いや、操作キャラになった途端、スペックが俺たち人間と同じになるぜ。幸いヤツでプレイした場合、クリアタイムが1時間未満に設定されているから。力尽きさえしなければほぼ確実に S ランクは獲得できると思うぞ。なんだ、あの時は可愛いレベッカにカッコつけたかっただけなのね。次は、エイダ・ザ・スパイだ。このトロフィーは RE4 のダウンロードコンテンツ、セパレート・ウェイズを、難易度プロフェッショナルかつ、S プラスランクでクリアすると獲得できる。
バイオ4にあったミニゲーム、エイダザスパイと S プラスランクをかけたシャレたネーミングだわ。本トロフィーの取得率は 2.2% しかないんだが正直驚きだな。そう？やっぱりプロフェッショナルは難しいんじゃない？いや、そうでもないと俺は思っている。S プラスの達成条件は、ニューゲームでクリアタイム2時間30分以内かつ、セーブ回数10回以内だ。確かに最高難易度ではあるが、ボーナス武器も使用可能だし、これと比べると18位のジルバレンタインや、14位のバトルマスターの方が難しいと俺は思うぞ。ダウンロードコンテンツっていうのが大きいんじゃない？みんなやり込んでないんじゃないかしら？そういうことだろうな。セパレートウェイズは本編を保管していたり、新たな設定が判明したり、ダウンロードコンテンツとして非常に評価が高いが、みんな通常プレイで満足してしまったんだろうな。エイダの猫耳セットを堪能できないのは非常にもったいないと思うぞ。クリス？何か間違ったこと言ったか？27歳成人男性の猫耳より画角はきつくないだろ。まあ、それはそうね。なんか納得できないのは私だけかしら？続いて12位、歴戦のチャレンジャー。みんな大好きな RE バースで獲得できるトロフィーだ。みんな大好き？妙だわ。こいつは2022年10月にサービスが開始された対戦型シューティングゲームで、いわゆるバトルロイヤル形式。5分以内に他のプレイヤーをより多く倒すのが目的だ。俺やレオン、エイダといった歴代の主人公たちを操作できるほか、自身がクリーチャーとなって戦うことができるのも大きな特徴だな。バイオハザードの対戦ゲームは期待できないってもっぱらの噂だけど、RE バースはどうなの？ジル、めっちゃはっきり言うんだな。正式サービスを約1年遅らせて堂々のリリースをしたが、お世辞にも盛り上がっているとは言い難いぜ。さて、歴戦のチャレンジャーというトロフィーは、チャレンジレベルを10以上に上げるともらえるんだが。あれ？めっちゃ簡単そうね。トロフィーの取得率は 1.9% となっているぜ。ついに 1% 台まで来ちゃったわ。もしかして達成難易度が高いんじゃなくて、持ってる人が単純に少ない。っていうか遊んでても面白くないんでしょう？どうなんだろうな。このゲームはハウンドウルフ対メンバーを操作できる貴重な作品だし、今後獲得者が増えることに期待しよう。さあ、次はバイオハザード HD リマスターから、ゴーストハンターだ。このトロフィーは敵の姿が見えなくなる。インビジブルエネミーモードをクリアするともらえるぞ。敵の姿が見えないってだけでどれほど難易度が高いかがわかるわね。なんか正統派って感じだわ。ジル、佐々木の歴戦のチャレンジャーを引きずってるな。確かに難易度としては難しい部類だろう。見えない敵から不意打ちを食らって、逃げたらまた別の敵に攻撃される、なんてことが容易に想像つくぜ。ただでさえ洋館の廊下は狭いのに。しかもこのモード、自動照準が効かないんだ。もっとも、この機能があったら見えない敵にも照準を合わせることで簡単に攻撃できてしまうがな。自動照準って便利な機能だったけど、それも使えないならみんなが思っているより上級者向けのモードだわ。ただし、完全に見えないわけではないんだ。鏡には映るし、水たまりに波紋が広がったりできたりするから、おおよその動きは予測可能だ。さらに、難易度選択も可能だから、難しすぎたらイージーを選ぶといいだろう。優しい難易度でもトロフィーをゲットできるのはありがたいわね。ねえクリス、このトロフィーの取得率は何パーセントなの？おっとそうだったな。本トロフィーは 1.6% だ。獲得率が低いのは、やっぱり敵が見えないことが影響しているのかしら？どうだろう？まあできればやりたくないよな。それにインビジブルエネミーモードに挑戦するにはリアルサバイバルモードをクリアするか。俺ことクリス編、ジル編の両方で本編をクリアする必要があるから、解放するまでゲームをやり込まないといけない、というのも理由の一つかもしれないぜ。いよいよ折り返し地点か。第10位は RE2 の保安官の意地だぜ。保安官の意地はダウンロードコンテンツ、ザ・ゴースト・サバイバーズ。あり得たかもしれない可能性の一つ、ノーウェイアウトをクリアするともらえるぜ。確か、このミニゲームは本編のイフストーリーなんでしょ。そうだ。このシナリオでは保安官のダニエルを操作して、ガソリンスタンドに侵入してくるゾンビをひたすら倒していくんだ。籠城系か。敵の種類によっては厄介そうね。敵はゾンビだけだがただのゾンビじゃない。中盤以降は毒ガスを撒き散らしたり、対人用防弾プロテクターを身にまとったゾンビ、異常な再生力を持っているペールヘッド、ガスボンベを背負っているゾンビも登場する。ダウンロードコンテンツの集大成って感じの内容だわ。実際、ノーウェイアウトをプレイするためには、ケント編のノータイムプーモーン、キャサリン編のランナウェイ、ゴースト編のフォーガップンソルジャー、全3つのシナリオをクリアしていないと挑めない。まさに、ダウンロードコンテンツの集大成と言っていいだろう。最後に挑戦できるシナリオだからこそ、トロフィーの獲得率も低いのね。
ああ、このトロフィーの取得率は 1.5% だ。ダニエルが無双していたら、レオンのパートナーはクレアじゃなくて保安官になっていたかも。マービンとキャラかぶりそうだな。次はビレッジの最強ガールだ。これはダウンロードコンテンツ、シャドウズ・オブ・ローズを難易度ハードコアでクリアすると入手可能だな。取得率は PS4 版で 1.2% となっているぞ。ダウンロードコンテンツのトロフィーが続くわね。みんなダウンロードコンテンツまでやり込まないのかしら？今回の場合はストーリー重視だったし、一回だけやって満足した人も多いんだろうな。イフ展開があるとか戦闘がメインじゃないし、一回のプレイで満足しちゃうのもうなずけるわ。それにシャドウズ・オブ・ローズは、ローズの秘められた力を駆使して進めていくというシステムの特性上、今までのバイオ感と違っていたから、なんとなく合わないと敬遠する声もちらほら聞くぜ。バイオって私のような普通の人が知恵を振り絞って困難に立ち向かう内容が多いから、ローズのように不思議な力を使う展開は予想外だったのかもしれないわね。お、そうだな。ジルや俺のように、一般人が化け物に立ち向かう展開がバイオには多いよな。やっぱりそうだよね、あなたなら頷いてくれると信じていたわ。最強ガールはあくまでもハードコアクリアで達成可能という、獲得率が低い割に入手難易度は簡単な部類だ。本編で最高難易度をクリアし、宇宙一のパパになったみんなには、ぜひ最強親子を目指してほしいぜ。第7位は驚くことに同率で2作品が並んだぜ。まずはアンブレラクロニクルズのゾンビバスターだ。アンブレラクロニクルズにこんなトロフィーがあったのね、知らなかったわ。シークレットシナリオのさらに先のミニゲームをクリアしないといけないし、知ってる人は少ないかもな。そもそも、アンブレラクロニクルズ自体が人を選ぶ作品よね。しかも、トロフィーってことは Wii 版じゃなくて PS3 版ってことを意味しているし、専用のガンコンを持っていないと苦戦しそうだわ。実際、有名な配信者が挑戦して発狂しながらクリアしていたぞ。さて、本トロフィーはスペシャルステージをクリアするともらえるんだが、このスペシャルステージをプレイするには、隠されているやつのシナリオを含むすべてのシナリオをクリアしないといけないぜ。トロフィーを獲得するまでのハードルが高いのね。一応スペシャルステージの説明をしておこう。ステージ内に侵入してくるゾンビを撃ちまくる、ひたすら、ただそれだけだ。ノーウェイアウトみたいな感じかしら？いや、あちらはまだ戦略性があったろ？こっちは開発スタッフがふざけて作ったようなゲームだ。走って近づいてくるゾンビやついたてから顔だけ覗かせるゾンビもいたり、挙句の果てには高速で画面を横切るハイズリゾンビまでもが。この絵はガンシューティングとは思えないくらいかなりシュールね。同率7位の2つ目は、バイオ5から、地獄の脱出だ。ダウンロードコンテンツの、デスパレートエスケープを、難易度プロフェッショナルでクリアすると獲得できるぜ。私とジョッシュが活躍するシナリオだわ。そうだな。俺とシェバが奴と戦っている間に、ジルとジョッシュの2人がどんな行動をとっていたのかを知ることができるぜ。取得率同率7位ということは、1.1% しかないのね。ああ。PS3 版のトロフィーは、ダウンロードコンテンツであることと、シナリオの難しさもあって低い取得率になっている。最高難易度のプロフェッショナルであることに加えて、序盤からいきなりマジニガワンサか出てくる。それにドゥバリアやケファロも出現するから全ての敵をいちいち相手にしてたらジリ貧になるぜ。おまけに最初はマシンピストルしか持っていないのよね。でも、洗脳から解放されたばかりだから、初期装備の貧弱さは多めに見てほしいわ。武器もランダム配置だから決まった攻略法を立てづらいぞ。そうね。特に終盤は大量のマジニが襲ってくるわ。強敵のボスクリーチャーも後に控えているわよ。しかも制限時間まであるのよね。冷静に立ち回れば対処できそうなところだが、タイムリミットが迫っていると焦ってしまってなかなかそうはいかないよな。エレベーターの向かいに小部屋があって、ここを陣取ってしまえば、背後を取られる心配がなくなるから格段に戦いやすくなると思うわ。バイオ5で数少ない私の活躍が見られるから、ぜひプレイしてトロフィー獲得に挑戦してみてね。第5位も2つが同率でランクインだ。1つ目はアンブレラコアの死神の再来だぜ。このトロフィーの取得率は 0.8% だ。ついに取得率が 1% を下回ってしまったわ。アンブレラコアはバイオハザードシリーズ20周年記念としてリリースされた作品で、いわゆるサバゲーの要素を取り入れた3人称視点のシューティングゲームだ。傭兵となってクリーチャーや敵の傭兵と戦うシステムは、独特の駆け引きや緊張感を味わうことができるぜ。対戦要素、シューティングゲーム、そして何より周年記念作品。つまり、RE バースの先輩ってことね。取得率が 1% に満たない低さはプレイヤー人口の少なさに比例しているんじゃない？おう。そうだな。この頃からすでに、バイオなのになぜシューティング？という意見が多数あったみたいで、
セールスも思うように伸びなかったみたいだ。プレイヤーが多かったらこのトロフィーの獲得者はもっと多かったでしょうね。肝心の獲得条件はシングルモードの、ザ・エクスペリメントをすべてクリアだぜ。獲得自体は難しくないということか。このモードは目標が異なるミッションをクリアしていくんだが、同時に本作のストーリーも楽しむことができるぞ。対戦メインのシューティングゲームでシングルモードが求められているかは置いておいて、シナリオモードのトロフィーなのにこんな取得率ってよっぽど面白くな。ジル、これくらいにしておこう。次行くぞ次。もう一つの第5位は、ダークサイドクロニクルズのアーカイブコレクターだ。アンブレラクロニクルズがあるぐらいだもの。ダークサイドクロニクルズからもランクインしてるよね。これもアンブレラクロニクルズとほぼ同じ操作性の作品だし難しい内容なのかな？どっちかというと獲得条件の面倒くささがあると思うぜ。このトロフィーは本編内のアーカイブをすべて入手しなければならない。シナリオをクリアするだけで入手できる簡単なものから、特定のオブジェクトを破壊するなど条件付きのアーカイブもあるからな。パッと見どこに隠されているかわからないから、探す段階で骨が折れそうね。その通り。作中に存在するアーカイブは200種類以上あって、当たり前だが一つでも取り逃していたらこのトロフィーは獲得できないぜ。攻略本必須のトロフィーと言えるわ。ちなみに2024年8月現在、本作のすべてのトロフィー中、全シナリオ難易度ベリーハードを S ランククリアで獲得できる。プロフェッショナルの取得率が 0.9% で、アーカイブコレクターは 0.8% となっているぜ。最高難易度よりも難しいトロフィーって。続いてはレジスタンスのオールインだ。取得率は 0.7% だぜ。ここでレジスタンスがランクインするのね。ここはジルの方が詳しそうだな。レジスタンスの説明も合わせて頼むぜ。オーケー、レジスタンスはラクーンシティが舞台のサバイバルゲームよ。非対称形式になっていて、プレイヤーはサバイバーとマスターマインドに分かれて戦うわ。サバイバーたちはアンブレラに拉致された若者よ。記憶にないけど、なぜか拉致された体で私もサバイバーの一人として参戦しているわ。ということはマスターマインドが敵側ってことだな。そうよ。奴らは拉致した人たちとクリーチャーを戦わせてそのデータを得ようと企んでいるわ。だからサバイバーとマスターマインドは直接戦うことがないわよ。オールインってトロフィーの名称が気になるな。これはカジノで持ちチップを一気に全部かけることだろ？ええ。マスターマインドたちはそれぞれ独自のスキルカードを駆使して、マップ内に罠を仕掛けたり、クリーチャーを配置してサバイバーたちの邪魔をしてくるわ。マスターマインドの一人であるダニエル・ファブロンを使って、消費エネルギーが4のカードを4回連続で使用することで、このトロフィーを獲得できるみたいよ。なるほど。コストが高めのカードを立て続けに使うところから名付けられたんだな。ハイリスクハイリターンな状況。ジャックポットを引き寄せるゴールデンボーイになるかは、神のみぞ知る世界だわ。さあいよいよトップ3だ。取得率は 0.6%。第3位はオペレーションラクーンシティの怒涛のごとくだぜ。すごい低いわね。持っていたら自慢できるわ。このトロフィーもプレイ人口の少なさや難しさが影響しているだろう。内容はエコー6のシナリオ、ザ・プレイシズ・ワーメント・プーダイで、スーパータイラントを3体倒すとゲットできるんだ。タイラントを3体も、しかもスーパーか。あんなの1体で十分、いや1体もいらないわよ。シナリオの最終マップ、廃工場に入るとまず1体のタイラントと戦闘が始まる。しばらくするとマップの高台にパラケルススの魔剣が投入されるぜ。おや、随分と懐かしい名前を聞いたわね。ジルは昔、こいつを使って俺たちの大ファンを撃破していたな。そうよ。名前負けしない素晴らしい兵器だったわ。話を戻すが、このトロフィーを獲得するには一工夫必要なんだよ。マップにパラケルススの魔剣が投入されるってさっき言っただろ？実はこれが最大のネックなんだ。魔剣がタイラントを攻撃して助けてくれるんじゃないの？ああ、そうなんだが、本トロフィーを獲得するには、パラケルススの魔剣に頼らずに、自力でスーパータイラントにとどめを刺さないといけないんだ。何それ、激ヤバじゃない。一気に難易度が上がったわね。スーパータイラント3体を相手するのも一苦労だし、わざわざやり直したいなんて思わないわ。しかも、タイラント戦はミッションの最終版だし、失敗した時のトロー感は半端ないぜ。次はリベレーションズ2の武装解除だ。あれ？リベ2のトロフィーってまだだったっけ？後半はアンブレラコア、レジスタンス、オペラクってマイナーな作品が多かったから、てっきり、ガイデンのようなスーパーマイナー作品が来ると身構えていたわ。ん？ジルは変なことを言うな。バイオにガイデンなんてないのに。まあ、ジルがそう思うのもわからんでもない。実際、集計していて俺もびっくりしたし。ところでジル？このトロフィーの獲得方法を知っているか？名前的に敵の武装を壊すのかしら？
でも、いまいちピンとこないわね。このトロフィーはメインエピソードで、レベナントの武器付き腕を合計30回破壊すれば達成だ。特に難易度も問われないし、コンティニューしても達成できるから超簡単な部類だと思うんだがな。ダウンロードコンテンツでもないし、なんでこんなに取得率が低いんでしょうね。腕が武装されているってことはその部位は脅威だから、安全のために真っ先に破壊するのは成功法だと思うけど？いや、レベナントにはそのセオリーは通じないと思う。レベナントはバリー編で登場するが、ほとんどの人はこいつを素早く倒すために、ナタリアで弱点であるコアの位置を確認して、その部位を集中攻撃しただろう。俺の経験上、武器付きの腕にコアがあることはないから、それが取得率の低さにつながっているんだと思うぜ。確かに、その可能性はありえそうね。それに、不意打ちでの格殺や火炎瓶による燃焼ダメージでとどめを刺した場合も、当たり前だが、武器付きの腕を破壊することはない。つまり、みんなわざわざそんな戦い方しないってことじゃないだろうか。そんな武装解除の獲得率はどれぐらいなの？驚くことなかれ。0.3% だぜ。めっちゃ低い。ここだけの話だが、リベ2のトロフィーは 0.3% のものが複数あってな。エピソード2、3、4のメダルコンプリート。エピソード2、3、4のタイムアタックモードクリア。エピソード2、3、4のインビジブルモードのクリア。合計で9個のトロフィーが 0.3% だ。つまり、全トロフィー44個中10個が 0.3% だったが、一つ武装解除を代表して選んだ裏話があるぞ。あれ？リベ2ってそんなマイナーだったの？それとも、豊富なやり込み要素があだになったのかな？待たせたな。第1位はバイオセブンのジャック待ちぼうけだ。このトロフィーはダウンロードコンテンツ、バーンドフッテージボリューム2内にあるミニゲーム、ジャックズ 55th バースデーでもらえるぜ。取得率は圧巻の 0.1% だ。おめでとうジャック、あなたの誕生日が堂々の1位よ。てか、0.1%？ もう幻のトロフィーじゃない。まさか、バイオシリーズでも屈指の人気を誇るバイオセブンが1位になるとは思わなかったぜ。このミニゲームはジャックの55回目の誕生日を祝うというコミカルなもので、お腹を空かせた彼に急いで料理を運び、満腹になるまでの時間を競う、ある意味でタイムアタックだ。主人公が見合ってのもなんか味があるわね。BGM も本編とは打って変わってポップだし、モールデッドもおしゃれに着飾っているがちゃんとバトルの要素はあるから安心してくれ。あ、こいつは帽子かぶってる、こっちはヘルメット。やっぱりふざけているようにしか見えないんだけど、敵に攻撃し、撃破するとタイムボーナスが発生して、その間は制限時間がストップするんだ。時間が止まっている間に食材を集めてジャックに食べさせるのがミソだが、ジャック待ちぼうけはこの制限時間を一度のプレイで10分以上止めると獲得できるぜ。あれ、なんかもっと鬼畜難易度を要求されるのかと思ったけど、意外と簡単そうじゃない？いや、10分以上時を止めようとするには、ミスターエブリウェア人形の破壊タイミングや、効率のいいエリアの回り方など、ちゃんと戦略を練らないと難しい。が、あくまでもおふざけなミニゲームだ。そこまで研究する人も少ないことが容易に想像できるぜ。ダウンロードコンテンツというのもハードルを上げてそうだね。それにお腹ペコペコのジャックを10分間も待たせるのはかわいそう。今回は以上だ。単純に難易度が高いだけじゃなく、通常ではやらないプレイをしなきゃいけなかったり、人によっては面倒くさいとなるバラエティに富んだ獲得条件のトロフィーを紹介したぜ。古いバイオ作品も、新しいハードへの移植に伴ってとても個性的なトロフィーが実装されていて面白かったわ。この動画を見て移植版バイオをプレイするきっかけにしてくれるとありがたいな。今回は紹介されなかったけど、自慢できるトロフィーがあるって人はぜひコメント欄で教えてね。というわけでこのチャンネルでは、俺とジルの二人でバイオハザードの魅力的な情報を発信しているぜ。チャンネル登録するかは任せるけど、よかったら私たちの動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。